イナオズーです。今回紹介するのはレゴフォートナイトの補給ラマ77071です。袋は6でパーツは691個、シールシートが1枚で説明書が1冊です。それでは組み立てていきます。はい、完成です。いやー、よくできてますよね。内容としてはラマが1体、それからアイテム類がいろいろついてます。ミニフィグはついてません。まずはアイテムから見ていきましょう。全部で7種類になってます。まずはルビーの原石です。これゲームのレゴフォートナイトに登場するアイテムなんですが、赤いところのソリッドパーツは一緒だと思うんですけど、このグレーのところが若干違ってますね。このあたりが多分違うパーツを使ってるかなと思います。ただ雰囲気としてはかなりそれっぽくていいんじゃないかなと思います。幸運の守りです。これは似てますね。下の土台部分の色が若干違ってはいるんですけど、上のところはもう本当にそのままじゃないかなと思います。宝石パーツがねすごく綺麗ですよね。ちなみにこの上の部分に関しては予備パーツがこんな感じ、これだけ入ってましたんで、まあもうちょっと、追加できればね、もう一つ同じものが作れるんじゃないかなと思います。
続いてはスラップジュースです。これは似てますね。形はもうまさにそのままですよね。で、蓋の部分が、まあ、若干、実際はピンクがかってるところが、紫っぽくなってはいますけど、まあ、でも、本当にね、そのまま、出してきましたと言ってもおかしくないんじゃないかなと思います。スラープジュース、これももうまさにそのままなんですけど、ボトルのところがこれはクリアパーツになってますね。これ嬉しいですよね。グラップラー、これもいいですね。これもね、若干色は違ってはいるんですけど、まあでもそのままな感じですよね。通常のフォートナイトでも、イメージできるアイテムになるんじゃないかなと思いますね。ダイナマイト、もうこれは特に言うことはないですね。そのままというかもう一つのパーツなんで、そのまま入ってるという感じですね。それとバックアクセサリー、バックパックです。いや、これもいいですよね。形かなりそれっぽいんじゃないかなと思います。デフォルトでミニフィグに付けられるようには残念ながらなってないですね。ちょっと改造してあげれば、まあミニフィグにはかなり大きめにはなりますけど、付けられるんじゃないかなと思いますね。そして補給ラマです。この形の再現度ですよね。いや、素晴らしいと思いますね。ゲームの中のラマそっくりじゃないかなと思います。このセットパーツ691個なんですけど、この表面のこの毛といったらいいのかな、部分にかなり細かいパーツをたくさん使ってますんで、なので、そこまで大きなサイズにはなってません。サイズ感見ておきましょう。ミニフィグと比べるとこんな感じになりますね。高さが約25センチ、全長が約16センチで、横幅が約8センチになってます。頭部分表情がいいですよね。この目のキョトンとした感じすごくいいなと思いますね。ちなみにこの目はプリントパーツになってます。あと頭落部分はこれパーツで作ってます。よくできてますね。で、鼻部分、穴のイラストありますけど、これはシールになってます。その下、下顎部分です。これ歯もね、ちゃんとありますよね。下顎をこうやって動かすことができます。この動きなんかすごくリアルでいいなと思いました。それと耳を前後にパタパタ動かすことができます。可愛いですよね。で、さらに左右に角度を変えることもできますんで、これ動かすだけでもかなり表情を変えられるんじゃないかなと思います。あと、頭の付け根、首のところですね。ここで頭の角度を変えることができるようになってます。いいですね。跳ねたりすることは残念ながらできませんけど、こうやって動かすだけでなんとなくそれっぽい雰囲気出すことができるんじゃないかなと思いました。で、その下、首、それから胴体部分なんですが、これカラーリングとこの雰囲気ですよね。あれは毛と言ったらいいのかな、ヒラ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 してますけど、あれをうまいことを表現できてるんじゃないかなと思います。さっきも言いましたが、パーツかなりこれは使ってますね。で、基本的にはプレートに、パーツをね、こうやって取り付けて、それをベース部分に付けてます。で、各面でそのパーツを取り付けてるという感じになってますね。で、胴体後ろ、クラ部分、これもね、形よくできてるなと思います。サイドにチェストのイラストありますね。これシールになってます。反対側にも同じものがついてます。で、下にはちゃんとね、アブミっぽいのもついてるんですよね。これね、よくできてますね。それからクラのこのグレーの部分、ここを開けることができるんですね。これいい感じですよね。すごく遊びやすいなと思います。で、中は空洞になってます。ということで、ここにさっき紹介したこのアイテム類ですよね。これをこうやってね、入れることができるようになってるんですよね。こういうところすごくね、いいなと思いますね。で、もちろん閉じることができるようになってます。ということで、これで中にアイテムが入ったラマを再現することができました。あとは取り出し方法ですね。ゲームであれば、開けたりとか壊したりで出すことができるかなと思うんですけど、これについては、ここです。このアブミ部分。これを下に下げると、はい、こんな感じでアイテムが落ちてくるんですよね。で、残りのやつは反対側、ここを下げれば、はい、出すことができました。いや、よくできてますね。開けた状態で中見ていただくとこんな感じになってます。真ん中に三角形の、スロープがねついてるんですよね。真ん中が高くなってて、そこから両サイドに向かったスロープ状になってます。ということで、中に入ってるアイテムは蓋が開いた瞬間にこのスロープを伝ってパーッとね、落ちてくるという感じになってますね。蓋自体はさっきのこのアブミで止めてる状態なので、この状態だったら、中にアイテムを入れても落ちてきません。で、アブミを上げてあげれば、あとはアイテムの重みでこうやってね、落ちてくるという感じになってます。ということで、その他のアイテム、例えばミニフィグですよね、同じようにして入れますね。そしてアブミを下ろすとこうやって落とすことができるということで、これ楽しめそうですね。
それから尻尾部分、これ全部で6本あるんですけど、それぞれ別々にこうやって動かすことができるようになってます。なんというか躍動感を出すこともできますんで、これなかなかいいんじゃないかなと思います。それと足なんですが、足ちゃんと斜めになってて、このまましっかり立たせることができるんですよね。これよくできてますよね。ちなみにまっすぐすることもできるんですよね。なのでまあこの辺は好みに応じて使い分けてもいいんじゃないかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。ミニフィグが付いてないのはちょっと残念ですけど、アイテムも含めて再現度かなり高くなってると思いますんで、楽しめるセットになってるんじゃないかなと思います。このセットのパーツ数は691個です。以上、レゴフォートナイトの補給ラマ77071を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。